皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。3人組グループ、カトゥーンの上田達也が、なにわ男子、日枝俊介主演のテレビ朝日系連続ドラマ、マルス、ゼロの革命、毎週火曜牧時第5話に出演することが決定し、日枝とドラマ初共演を果たす。上田が演じるのは、ナンバーワンホストの炎上雅。 ホストに貢いでいるという同級生のマナカリン、秋田しおりから寄せられた、推しに殺される、助けてという依頼、フェイク動画を流したとして、クロッキー社 CEO、国見、江口洋介から名誉毀損で訴えると発表され、アンチコメントにさらされていたマルスは、しばしの活動休止を余儀なくされていたが、 その決断に納得がいかない二平久隆、井上勇気と桐山球児、泉沢勇気は、二人だけで凛の依頼を解決しようと雅の元を訪ねる。売りかけ、つけ、を払えないことでパパ活を強いられ、それを断ったために暴行を受けた凛。闇と悪にまみれた夜の世界、を、マルス。 の力で白日のもとにさらそうとする久高と球児だがその無謀とも言える行動が思わぬ悲劇を招くことに上田演じる雅はその悲劇への引き金を引く人物彼の恐ろしい行動がマルスの運命を大きく揺るがすことになる今回のオファーを受けた際雅の設定を聞き 面白そうだなと思って即決しました。と上田。ホストという役なのですが、この衣装を見ていただくとわかる通り、k a t ー t u n のデビューの時の衣装と大差ないですし、役としてもやりやすかったです。と役作りも万全な様子を見せた。雅の役を上田が演じると聞いて驚いたという道枝は、ホスト役をぴったり。と絶賛しつつも、いや、 きったりって言うのもなんか変かわら。と照れ笑い。後輩からの太鼓判をもらった上田は、雅が起こす行動は、ここから先の物語を大きく変えていくことになるので、ご覧になった皆さんは、雅のことは嫌いになっても僕のことは嫌いにならないでください。わら。と冗談を交えながら呼びかけた。上田達也、炎上雅。 役、コメント。今回のお話をいただいたのが、ちょうどライブの昼の部と夜の部の合間で、時間がないので5分で、出演の可否を、決めてください、って言われたんです。役柄をざっと聞いたら、物語の重要な部分を担う役だったので、面白そうだなと思って即決しました。わら。ホストという役なのですが、 この衣装を見ていただくと分かる通り、KAT−TUN のデビューの時の衣装と大差ないですし、役としてもやりやすかったです。日枝くんとはこれまでにもあまり接点がなくて、すごく小さい頃のことは知っているんだけど、なにわ男子として活動してデビューしてからは、キラキラした子というイメージでしたね。マルス、ゼロの革命 の現場は道江くんをはじめ、皆さんがすごく生き生きとしてるなと感じ、それを体感できて嬉しかったです。僕が演じる宮やが起こす行動は、ここから先の物語を大きく変えていくことになるので、ご覧になった皆さんは、宮やのことは嫌いになっても僕のことは嫌いにならないでください。わら。み俊介、西まれい、役。 コメント、マネージャーさんから、第5話の雅役は KAT−TUN の上田達也さんになりました。って連絡が来て、えー、って本当にびっくりしました。わら、マルス、に出演してくださるんだ、と嬉しかったです。上田くんとはこれまでドラマなどでご一緒したことはないのですが、ロミオ役をやった、という共通点があります。ロミオの先輩ですが、 さすがに今回のホストの役はぴったりでした。いやぴったりっていうのもなんか変か。笑。どこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。